20円紙幣は、日本銀行打艦券の一つ。20円券、20円札とも呼ばれる。交合券、お都合券の2種類が存在するが、現在はすべて執行している。紙幣券面の表記は、20円。1917年11月9日の大蔵省、国時代176号、打艦銀行券20円券。 起こり、公見本略図で紙幣の様式が定められている。主な仕様は、下記の通り。第一次世界大戦等に伴う後継期により、通貨の需要が増加したため、それまで発行されていた100円紙幣と10円紙幣の中間券種として発行された。日本銀行券としては、初の2のつく額面金額の紙幣である。金額の20円の文字が横書きであることから、 通称は、横書き20円である。表面には、菅原道真の肖像、裏面には、京都市上京区にある、北野天満宮拝殿の風景が描かれている。裏面には、サイモン模様と、英語表記の打漢文言が記載されているが、当時ヨーロッパを中心に流行していた、アール・ヌーボー帳のデザインとなっており、裏面右端には、日本銀行の断説文字が配置されている。 また、英語表記での打感文言が記載された最後の紙幣である。スカシは、日本銀行の文字と、吉光模様である。使用色数は、表面5色、裏面3色となっている。1927年2月に制定された、打感銀行権整理法により、1939年3月31日、限りで、通用停止となった。 1931年7月15日の大蔵省国時代102号打管銀貢献中改造で紙幣の様式が定められている。主な仕様は下記の通り。関東大震災により滅出した打管券の整理が必要となったことから1927年2月に打管銀貢献整理法が制定され。 従来の打管権を執行させて、新しい打管権に交換するため、おつ100円権、平10円権、超5円権が新たに発行されたが、中間権種である20円紙幣について新たな紙幣の発行の必要性が議論された。結果、大都市圏では需要が少ないものの一部の地方では需要があることから発行されたものである。これまでに発行された、 日本銀行券では複数券種に同じ肖像が用いられるなどした結果券主間の識別が紛らわしくなっていたことなどから額面ごとに肖像人物を固定化することとしさらに輪郭や地模様透かしに至るまで入念な検討のもとに肖像人物と関連性のある図柄が描かれることとなった金額の20円の文字が縦書きであることから通称は 縦書き20円である。表面には、右側に、藤原鎌足の肖像画が描かれている。この肖像については、エドアルドキヨスソーネが描いた肖像の原画が、関東大震災の被害により消失したため、他の紙幣の肖像をもとに新たに作成されたものである。左側には、奈良県桜井市にある、丹山神社の十三重塔が描かれている。地模様には、藤の花、 枝、鶴などが、唐草模様と共にあしらわれている。里面左側には、同じく、丹山神社の拝殿が描かれている。里面右端には、日本銀行の断説文字が配置されている。これまで記載されていた、英語表記の打艦文言は、本件種から廃止され、英語表記は、学面金額のみとなっている。スかしは、二十の文字と霧の図柄である。 同時期に発行された、おつ百円券、平十円券、超五円券とは異なり、透かしの入った中央部分の印刷を文字と淡い印刷色の地模様のみの印刷とすることで透かし模様が確認しやすくなるよう工夫されている。用紙については、従前通り三つ股を原料とするものであるが、製法の変更により以前よりもやや黄色がかった色調の用紙に変更されている。 また、従来の紙幣は寸法に統一性がなく、取扱いが不便であったため、他額面の紙幣も含め一定の縦横比に統一した規格に揃えている。使用色数は、表面6色、裏面3色となっている。1931年12月の金打艦停止に伴い、それ以降は事実上の俯瞰紙幣となり、 1942年5月の日本銀行法施行による金本位制の廃止に伴って法的にも俯瞰紙幣として扱われることになった。深淵切り替えのため1946年3月2日限りで通用停止となった。以降、額面金額20円の法定通貨は製造を発行されていない。なお、並行して発行されていた。 本位貨幣の20円硬貨の製造は1932年1月までで、これ以降は新規製造が行われていない3月末限りで執行。ただし、国立銀行紙幣、改造紙幣、小学政府紙幣などでは20円紙幣や2円紙幣、20銭紙幣が発行されたことがある。実際には、右横書きの円十2おおむね縦 対角線にの比率額面金額10円と100円の中間の法定通貨としては1951年12月1日に50円紙幣が発行開始されている。ありがとうございます。